も笠原翔です。前回ですね、プロ野球チップスジャイアンツのスタメン9人が揃うかっていう検証したんですけど、失敗しちゃいました。残念ながらジャイアンツスタメン9人集めることはできませんでした。あと1人だったんですけど、もう喋れなくなるぐらいもう無理です。もう気持ち悪くなるっす、ね、正直もう気持ち悪くなって、僕はポテトチップス食べたくありません。なので残りのサード村田さんと岡本が出てくるか、そしてラッキーカードが何枚入ってるのか食べずに検証してみたいと思います。それでは開けていきたいと思います。めっちゃ量まだあるな。あとはねスタメンでゲットするのは岡本和真と村田さんなんでね、早く出てほしいな。そこはやっぱね早くクリアしたい。杉内俊也選手、森友哉選手、砂田投手 DeNA、 阪神西投手、まあこの前もやったんですけど、あんだけやって、あっ、うわー、悪夢再来。もう食いたくないポテチは後にしよう。これお、前回は出なかったレジェンド山口哲也投手。山口さんお世話になりました。現役の時はカーブ相澤捕手。これ一人じゃラチ上がんねえっすわ。ちょっとスタッフ全員集合させてみます。スタッフさあ、それではスタッフ全員揃ったというところで、今からスタッフ全員協力のもとガンガン上げていきたいと思います。この間いなかったやつ、なんか一人増えてるけど、あ、紹介します。新しいスタッフ、G です。スタッフ G。この撮影2日前に、編集のサポートとして加入。ラファ指導のもと、編集を勉強中で、少年野球の経験あり。ややこしいな、G。G。G は。G は。よろしくお願いします。お願いします。切ります。あ、え、え、おお、開始1分ぐらいで村田修一さん出ちゃいました。さすがラファ、さすがラファ。これ3袋開けて 3つともジャイアンツ出てる。なぜあの時、すごい、なぜあの時に出なかったの。本当です。ということでスタメン9人揃いました。まずは目標クリアということで、あとはまあどれだけのねラッキーカードが入ってるか検証したいと思います。はい、はい、お岡本和真が出ました。これでジャイアンツ全種類集まりました。おお、この前の引き、いや本当この前にこの引きを出してほしかったね。すごい、確かにな、前回ラッキーカードも出たもんね。そうっすね。はいはい、おお、すごい。何何、プロ野球ラッキーカード2枚目レアが出ました。全部ラファ。すごいな。すごい、これであの倍ね、カードホルダー2つもらえます。あ、梅野選手出ましたよ。お、梅野梅野それだけ。個人的に好きな選手、今絶対使わない。レアカードのキラ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 、え、出た G、 G 出た G、 キラキラ結構出てます。G、 キラキラとミイラミイラ、レアかもすげえ。これレアなんですかね、わかります、そのサイン入ってるバージョン、サインも光ってるし、あのパラレアキラっていうんですか、これあの違うパターンとか、うん、これちょっとね、後でね、まとめてね、どういう感じで、うん、何枚レア出てるの。日本最強の遊戯地パラレルレア、おクーラーさん、おー、お
本当だ。あ、俺も今出たばっかなんだ。出たけど、そうなんだ。違うっすね。違うんだ。裏は裏は見事に同じっていう。やっぱ違うんですね。違う。普通のレアとサイン入りの。うん、種類が。レア度が多分あるんでしょ。同じカード。キラキラ感は。いや、こっちは違う。これ早送りにする映像、あっという間になくなって楽しいだろうな。確かに。ということで、全部開け終わりました。長かった、長かった。何が何枚出たのか検証結果を発表したいと思います。ラッキーカード288袋開けてたったの2枚だけでした。もうすごい確率、なかなか出ない。当てた人は本当に運があると思います。一応ノーマルカード、レギュラーカードって言われてるんですけど、それが第1弾は72選手種類あるんですけど、それは、コンプリートしました。タイトルホルダー、ホームラン王だったり盗塁王だったり、2018年度のタイトルを取った人全部で22人、コンプリートしました。スターカードが全部24人いるんですけど、その中で1枚だけコンプリートできなかったのが、まあ、カード番号 S の3番甲斐選手なんですけど、出てきませんでした。レジェンドカードは10人しかいません。すべてキラですね。カード番号が3番の千葉ロッテ岡田選手、9番の岩瀬選手、10人中2人が揃えませんでした。これもコンプリートならず。で、最後にチェックリストって言って4種類あるんですけど、コンプリートしました。なので全部で、132種類あるんですけど、288袋買ってコンプリートできなかったのが3枚ありました。これからこのラッキーカード2つを応募してカードホルダーをゲットします。そっからそのカードホルダーにレジェンドカードだったりスターカードっていうのを詰めて視聴者の皆さんにプレゼント2名ですけどしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。坂本彩選手がカラオケで一番最初に歌う歌はディープの君じゃない誰かなんていい歌です。野球しようよ。皆さん本日も、動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が、面白かったり良かったな、うさら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回も頑張って動画配信しますので、皆さんまたぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよ。